中かもしれないですけど、行ってみましょうかね。じゃあ行ってみましょう。たいと思います。まずは、まあ、定番の餃子ですね。餃子、すごい種類が豊富。唐揚げ、ね、あのチャーハンですね。まあ、この辺はね、あのラーメン屋さんとかね、中華屋さんの定番と言っていいかと思います。これは、白豚骨ですかね。まああれですね、博多の長浜のスタンダードのラーメン、ということで、まあ、鉄板のラーメンを置いてらっしゃるというところですね。黒豚骨っていうのがありますね。これがマー油、ああ今流行ってますね、マー油の、コクを加えた、ラーメンという感じですね。白と黒ってなかなか置いてるとこないですけど、ここはもうね、あのどっちでも、オーダーできるような、非常に、ね、配慮されたメニュー構成となってる感じです。こちらは煮干し豚骨、あれ豚骨プラスあれですね、魚介の、出汁を、加えたようなラーメンも、チョイスされているというところで、非常にこう選択肢が多い、メニューになってますね。こちらは辛味噌ですね。まあ味噌と豚骨ってね、すごいあの相性が、非常にいいというところで、まあ、こちらの、メニューも多分非常に期待できるんじゃないかなというところですね。こちらは台湾ラーメンですね。台湾ラーメンというのはね、あの名古屋で、定番のラーメンなんですけど、まあ、台湾普通の台湾ラーメンというとね、醤油ベースの、台湾ラーメンというところが、スタンダードになるかと思うんですけど、こちらは豚骨ベースの台湾ラーメンというところで、ちょっと私も味わったことがない一品ですね。あとはこちらや焼き飯とスタ飯、まあ、ご飯物ですね。このスタ飯ってうまそうですね。これはね、あの真ん中に、卵の、卵黄がですね乗ってて非常に、うまそうですね。明太子ご飯ね、あの博多の代名詞明太子が乗ってるご飯、というのもありますね。あとは餃子期待できそうですね。今回はですね、この未知の、味覚というかですね、台湾の豚骨ラーメン、こちらとですね、前から気になってましたトンスタセット、トンスタ丼ですね、こちらをちょっとチョイスしてまずは行きたいと思います。今気づいたんですけどね、結構ねお酒も充実してるみたいなんですよね。まあ、定番のビールもありますし、ハイボール、まあ、気の利いたところでノンアルコールビールとかですね、まあ、黒ウーロン茶もありますね。ラーメンの締めにはもう黒ウーロン茶でね、さっぱりとっていうところで、ドリンクも非常に充実してます。私は今回はですね、生中ですね、生中も一緒にオーダーしちゃいました。ちょっとこの前にですね、ラーメンのフルボトル、あ、ラーメンじゃないや、赤ワインのですね、フルボトル1本開けてるんで、かなり気持ちいいところなんですけど、まあちょっと懲りずにですね、生中も一緒にオーダーしちゃいたいと思います。中来ましたね。ビールにはね、もう欠かせない生中、というところで、頼んじゃいました。これね、まあそうですね、夏にはね、もう欠かせないですね。これだけでね、嬉しい気持ちになりますね。今回はですね、麺の硬さをなんと針金より硬いですね、ちょっとわがままオーダーで、それより硬い麺というものを、頼んできました。どんだけ硬いのかっていうのはですね、ちょっと今回もう初めての経験だと思いますんで、ちょっと非常に楽しみですね。
博多で食べたね本場のラーメンっていうのはねかなり麺も硬かったんですけど、それより硬いかどうかっていうね、そこが結構ポイントになると思います。あ、来ましたね。はい、来るの。そうですね、これ真ん中に卵の黄身乗っちゃってますね。これはうまそうですね。でもまだ主食が来てないんでね、ちょっと言いましょう。照り具合がね、すごいね、これ。あ、来ましたね、主食が来ました。これうまそうですね。台湾ラーメンの贅沢ラーメン、まあ、全部のせです ね、 ね、台湾ラーメンのポイント、ここに、ひき肉の、まあ、辛めのひき肉ですね、乗ってますね。だけど、スープは豚骨ベースということで、これはね、味わったことないですね。でしかもですね、このラーメンのポイントとして卵が、まあ選択制なんですけど、うずらと、あと、まあ、普通の卵1個、煮卵1個ですね。今回はですね、うずら、というところで注文してみました。まあ、うずらっていうもね、本当に名古屋らしい、ご当地のね、非常にいい、ね、選択だと思います。これはね、期待できますね。美味しいですね。で、このチャーシュー、チャーシューもね、これでかいチャーシューですね。これもうまそうだな。チャーシューね、ペロッと平らげちゃいましたね。で、このね、台湾ラーメンの要となるひき肉、これね、食べてみましょう。うん、これは美味しいな。肉のね、肉汁がこうたっぷり、出てて、ちょっとね、辛いな、これ。うん、まあでもね、この辛さがね、非常にいいと思います。なんていうんですかね、よくね、名古屋の表現で言うと、アメリカンとか、イタリアンとかね、メキシカンとか言いますけど、このひき肉はね、結構辛いですね。うん、まあ、そう、イタリアンぐらいの辛さっていう表現してもいいと。はい、でこの白髪ネギですね。白髪ネギはね、もう本当に博多ラーメンに欠かせない、トッピングの一つというところで、結構ね、日比野店さんの、白髪ネギは結構太いですね。まあ店によってね、いろいろ太さがあると思うんですけど、このお店は結構太いネギを、提供してらっしゃるというところで、これもかなり期待できます。はい、で最後に残ったこの海苔とですね、風味豊かな海苔とうずら、これがね嬉しいですよね。これゴロゴロ入ってますね。うずらはね、非常に高級な卵って変ですけど、名古屋だからこそこうね、贅沢にトッピングとして、提供できるっていうのも、まあ、意識があるかと思います。これ嬉しいな、これ。完食してました、ね。で特徴的なのはやっぱこのね、食べた後のでもこう濃厚なスープ、もう替え玉2個3個でも、もうオールウェイズオーケーの濃さですね。これはいいですね。食ですね、一番店ラーメンさんの刻印がね、丼の底に刻まれております。ちょっと今回やってしまいましたね。スープがうますぎて全部飲んじゃいました。替え玉を頼む予定だったんですけど、ちょっとこれで替え玉頼んだらね、替え玉だけ食うみたいなね、なかなかちょっと切ない光景になって、非常に面白くない、取れ高もね非常に面白くない形になっちゃうと思うんで、今回ねちょっと調子乗ってもう一杯頼んじゃおうかなと思ってます。その前にね、この僕が今回
ね、楽しみにしてたトースター丼、これをいただいていきましょう。これうまそうっすよね。これ何、牛丼白髪ネギに真ん中にね、新鮮な卵黄が乗っちゃって、これを溶いていく感じですかね。じゃあ溶いていって、あこれはやばい、これはやばいな、間違いないな、これね。あの僕ね、卵かけご飯とか大好きなんですけど、それになんですか、このこんなに美味しそうなお肉とシャキシャキの白髪ネギと、このトッピングのごま、これがね、もう相合わさったらどんな味になるんでしょうか。非常に楽しみですね。これはちょっと、これやばいですね、本当にね。ちょっと半分食べちゃったんですけど、あのここでね、あの全部食べちゃう勢いのところを、私はですね、この高菜、じゃじゃーん、これ、このね、トッピング、この高菜をね、ハイブリッドさせると絶対うまいと確信して、入れちゃいます。やばいな、これもうこんな、いいんですかね、こんなこっそり入れちゃいます、こっそりね。ここのねお店の高菜ってね、すごいシャキシャキしててすごい美味しいんですよ、うん、僕ね、すごい大好きなんですけど、高菜入れちゃいました。ということで、高菜トースター丼、の完成です、これをいただいていきたいと思います。はい、こちらも完食、トースター高菜丼を完食しちゃいました。これは美味しかった、なんかやっぱりそのラーメン屋さんと特徴のあるなんか出汁とかね、そういう秘伝のタレみたいなのをね、使って調整された、特製丼、なんでしょうね、非常に美味しいです。ぜひね、お店に来た時は、チョイスして、いただきたいと思います。はい、今回も一番元さんにごちそうになっちゃいましたというところで、クロウロンジャーゲットしました。今回もね、2杯いただいちゃったんで、ちょっとこのままだと、ね、私の、体重が、ちょっと大変なことになってしまうというところで、ね、黒ウロン茶で今回も締めたいと思います。まあ、今回のまとめですけど、ね、名城線、沿線にあるお店というところで、金山からね、名古屋港に行く線と、あと環状線ですね、まあ、二股に分かれるというところで、有名なところでですね、食事中も、ちょっと話に言いましたけど、名古屋の、ね、国際会議場が、あります。ただですね、個人的な印象だとですね、その国際会議場の、周りに本当に食べる場所が何もない、というのは多分私だけじゃなくてですね、この、動画をご覧になっているビジネスマンの方とかですね、多分痛感されているかなと思います。で今回ね、その日比野に、一番健さんで非常に美味しいラーメン屋さんが、あるっていうところを知ったのはですね、私が一番感動したところでもあるんで、今度ね、国際会議場でまた仕事でなんか来た時とかですね、ぜひ昼食はもうここで、いただくと、これは間違いないですね。皆さんもですね、動画ご覧の方もぜひ、国際会議場にお越しの際には、昼食は、一番軒、さんの、日比野店さんで召し上がられると、非常に、いいのではないかなと、思いました。というところで今回の、動画は、クロースとさせていただきます。ごちそうさまでした。美味しかったです。